皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句、お読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画を見ることはできませんので、ここで動画を切ってください。はい、 LINE に登録してくださいね。そして、私までこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和2年12月31日木曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。月日が経つのはね本当に早いもので、今年始まったかなと思ったらもう今日で終わりですね。大晦日ですね。で、大寒波がね日本中に来ているということなんですが、千葉県松戸市はね、まあ、南の方に位置しているので暖かい日を迎えております。夜はねちょっと寒かったですけど、今日朝からポカポカね太陽が照っててですね、ポカ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 してますね。風も少ないですね。ポカポカしててですね、大掃除しながらうっかりすると寝ちゃってるっていうね、まあ、そんな感じの一日になっております。今の時刻はね朝の10時32分ですね。まあ、今日は朝7時ぐらいから起きてるかな。で、FX の方はね、昨日の夜決済しました。はい。どうなるか分かんなかったんで、102円突入したんだけど、また上がっちゃったんですよね、103円台にね。なので、103円20ですね、103円20銭のところで、まあ、損切り置いといたんですよね。それで、まあ、損切り利確っていうことで、まあ、利益確定ということですね。で、今日はね、年末ということで、今年1年をね、振り返ってみようかと思います。まあ、この動画もね、ほとんど作ってないんですよね。一月に1本も作ってなかったかな、今年は。2ヶ月に1本か3ヶ月に1本ぐらいしか作ってなくて。ほとんど、まあ、ライブをね、毎日ライブやってました。で、まずね、今年は2月ぐらいからコロナが本格化してしまって、日本でもね、まあ、1月の半ばぐらいからですよね、中国の武漢でね、新型コロナウイルスがやばい状態になってて、そして横浜に停泊したダイヤモンドプリンス号、豪華客船ですね、それもコロナが大変なことになってて、まあ、あれ早く降ろさないといけなかったですね。だいぶお亡くなりになった方がたくさんいましたもんね。で、私は1月末ぐらいに松本清に行ってですね、マスクを たくさん買ったり、アルコール消毒液買ったりしたんですよね。で、皆さんも買った方がいいですよということで、まあ、結構ね、僕の動画を見て買った人がいて、マスク助かりましたとか、アルコール消毒液助かりましたと言ってくれた方たくさんいました。やっぱりね、物事はね、先見を見ないといけないんでね、まあ、特に金融投資なんていうのは、まあ、一つの物事を見て、で、自分がこうなった場合どうなるのかというものをですね、やっぱり 99% そうならないとしても 1% の確率になるんでね、したらそうなった時にどうするのかっていうことを先手先手で考えないといけないので、それは利益になってもそうだし損失になってもそうなんですよね。で、そういう癖を、まあ、皆さんも今年をねつけていただければと思います。で、まあ、今年はコロナで始まって、まあ、コロナで終わってないんですけどね、コロナ継続で、来年に引き継ぐって感じですね。しかも、イギリスからですね、変異型が出てきてしまって、また各国ロックダウンということで、まあ、国と国との間の人の交流はもうまたなくなるということで、まあ、来年どうなるかですね、非常に怖いと思います。で、次にビットコイン爆上げですね。ビットコインは今いくらになってるかというとですね、まあ、ものすごい恐ろしい金額になってましてですね、
まあもちろんニューヨークダウとかね、ニューヨークダウとかですね、ものすごい金額ですよね。日経225とかね。で、こんなのもですね、やっぱり、まあ今回の、まあ、新型コロナウイルスが発生してですね、各国が財政出動したからなんですよね。でも見てください。今日一時298万8000ですね。今は294万円なんで、まあ今日中に300万は超えますね。信じられないですね。ビットコイン300万いくなんてね。本当もう今でも信じられないですね。この数字、だから3年前ですね、2017年12月に、つけた冷やしですね。これとうの昔、250万ぐらいですね。はい、ここですね、3年前、2017年12月8日ぐらいですか。ここですね、12月17日ですかね、12月4日ですね、つけた、250万円っていうのがですね、255万ぐらいですか。余裕で超えてますもんね。いや、まさかこんな日が訪れるとは思わなかったですね。しかも一瞬ピュンって一瞬行って下がってくるんじゃなくて、じわ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 ずっと上げてますもんね。いやー、これが分かってればね、こういうとそこのところでね、買ったんですけどね、なかなかどうしてですね。で、まあこれはビットコインっていうのはデジタルゴールドって言われてましてですね、まあ先物と一緒ですね。商品先物と一緒で、まあ金とか銀、プラチナとか一緒でですね。まあ今年は、金もすごい上がりましたよね。で、まあニューヨークダウとかナスダック、日本の日経225、ジャスダックなんかもめちゃくちゃ上がってですね。まあ日本のですね、日経225なんかっていうのは、まあ、31年ぶりって言ってましてですね、30年ぶりか、高値ですね。で、ものすごい高い金額ですね。27,440円。まあびっくりですよね。1989年以来の価格だと。1989年バブルですよね。来年どうなるかですよ、これ。これ3万とか4万円とかね。4万円はいかないと思いますけどね。僕はもうこれ以上各国が財政出動はもうできないと見てますから、もう下がる一方だと思います。で、ビットコインもね、下がるだけだと思います。今はお金が行くとこがないので、とにかく各国中央銀行がジャブジャブに街中にお金を横流ししてるんで、使う人がいないんですよ。各国、民間企業も、まあ、新規事業開発とか言ったって、まあ、今コロナの中で思い浮かばないですよね。何をすれば儲かるのかなんてね。だから、お金使う研究開発もできないし、思い浮かばないですよ。何したらいいかね。お金使いきれない中で、どうしようって、とりあえず資産として保管しておかなくちゃいけないから、まあゴールドとかね、ビットコインとか商品に行ったり、投資信託に行ったり、債券に行ったりですね、まあ一番行くのは株ですよね。リスク資産である株、そしてまあ為替はまあほとんど関係ないですけどね、為替は関係ないですけど、まあ相対的にドルが売られて、まあ、なぜドル売られてるかっていうと、金利が低いからですよね。で、なぜ金利、アメリカのね、まあ、アメリカ国債の金利が低くなったかっていうと、アメリカの民間企業が、お金を調達しやすいように金利を下げたんですよね。はい。で、この傾向はまだ続くので、ドルは下がると。
円は上がる。まあただ円もね、もう何年も前からマイナス金利なんで、円持っててもしょうがないんですよ。でドル持っててもしょうがないんですよね。だドルと円というのはもう世界的にむっちゃくちゃ安くなっちゃってるんですよね。むっちゃくちゃ安いです。だから日本人もアメリカ人も外国行くとね、レストラン高いしホテル高いしお土産高いんですよね。どこ行ってもね。僕も今年フランス行きましたけど、2月終わりから3月3日までね、ギリギリ帰ってこれましたけどね。はい、よかったですよ。ルーブル美術館とかね、中国人がほとんどいなくてね。どこ行ってもね、モンサンミシェル行っても中国人いないから、すごくあなたたちラッキーですねって言われましたよ、どこ行ってもね。はい。で、このビットコインの爆上げは、まあ僕はもう下がると見てます。はい、下がると見て、もう100万ぐらい上行っちゃってんだけどね。ビットコインも日経225もですね、ナスダックも下がると見ています。はい。なぜかというと、まあ、ここビットコイン爆上げっていうのは金融経済超バブルと一緒ですよね。ただし、実体経済は超不景気ですよね。だ結局、まあ僕たちみたいにね、金融経済の人間、まあ株とか為替とかね、先物やってる人たちっていうのは、まあ今年1年儲かりましたよね。特に株やってる人儲かったんじゃないですか。すごい、まあ買ってりゃいいだけの話だからね。3月のコロナショック以降はね、ずっと買いに転じて、買っては利確してれば、ただ儲かったわけですからね。ビットコインもそうですけど、ドル円は売っては利確してれば儲かったんですけどね。はい、みんな儲かりました。ただ普通に働いてて株も為替もやってない人ね、先物もやってなくて、仮想通貨も金融投資やってなくて、普通に働いてる人たちは、まあ仕事がどんどんなくなってると。まあ仕事がどんどんなくなってるからこそ、まあ各国政府がお金を市中にばらまいたんだけど、まあそれを有効活用されてなかったということですね。有効活用されないで株に回っちゃったってことですね。で特にまあ外出ちゃいけないよとかね、ロックダウンとか、飲食店、特に飲み屋は夜10時とかね、夜9時までとか、3月4月は閉店しなくちゃいけないとかっていう、非常にひどい、1年でした。なので飲食店、まあ、やめちゃった、倒産しちゃったとこもあるし、まあアパレル会社のレナウンなんていうのはね、3月に早々、まあ倒産しましたよね。で各国の、まあ、日本のね、格安航空会社の名古屋の会社も倒産しましたし、世界中の格安航空会社だけじゃなくてね、普通の航空会社も倒産してますね。あとは旅行会社、飲食店、旅館、ホテル、バス会社とかね、そういうところはもう全然ダメと。あと JR なんかっていうのも、まあみんな旅行しないし、会社行かなくなりましたからね。インターネットでやりますから。軒並み赤字ってことですね。なので人減らしをしないといけない。お店を閉店しないといけないってことで、仕事がなくなっちゃったとか、仕事の給料が減っちゃったっていう人はもう半分以上いるんじゃないですか。まあ半分はいないですけど、給料が減った人は半分ぐらいいるんじゃないですかね。今回はまあ実体経済から来ましたよね。リーマンショックの時は、まあ、金融経済から来ましたよね。リーマンブラザーズが経営破綻したと。で、実体経済は全然関係ないんですよ。実体経済はね。あと、ヘッジファンドが1個潰れたぐらいで関係ないじゃんと思うんだけど、まあ、それが、みるみるうちに世界にわたってね、実体経済まで、まあ、1年間ぐらいかけて実体経済が悪くなってきましたね。で、日本は、民主党政権だったんですけど、まあ、しまいには、2011年まで、まあ、2006、2007年ぐらいから景気が悪くなって、2008、2009、2010、ずっと悪くて、で、2011年の3月11日にね、東日本大震災が起きて、まあ、そこで民主党政権から、
自民党政権に変わって、そこからアベノミクスで良くなってたんですけどね。まあ、あの金融経済から先に良くなって、そこから実体経済も良くなったって感じですかね。でもそれで人手が足りない、人手が足りないって、人手不足人手不足っつってね、コンビニなんかも時給1000円以上にしないと、あの大学生、あの学生来てくんないと。で、他の会社もね、人手不足人手不足って言ってましたよね、ちょっと前までね。ちょっと前まで人手が足んない人手が足んないっつって、大企業も中小企業も言ってましたよね。それが今やまあひどいもんですよ。人いらないからって会社潰しちゃうからとかね、まあ言ってましたね。本当に懐かしいですね。はい。で、最後にね、 FX の利益は、まあ僕は今年は8月頭ぐらいから始めたんですよね、 FX ね。まあそれまでは去年のですね、2019年か、1月5日ぐらいから始めたんですけどね、長野研究会のみんなと一緒にね。それまでは2018年末までは仮想通貨1本でやってたんですけど、仮想通貨全然動かないし、価格が下がるだけなので、みんなで FX やろうかってことで FX 始めて、それで、2019年から、今年の2020年7月まで7月までは、理論を説明してですね、あとやってくださいって感じでみんなにやってもらってたんですよね。まあ、いわゆる期待値計算の、計算方法ですね。期待値、はい、期待値計算方法さえ、マスターできれば、まあ、どこでエントリーしても、きちんとね、利確損切りをすれば、まあ、絶対にお金増えていくんだけど、ただ勝率は高い方がいいですよね。勝率は98% とかね、高い方がいいんですよね。だから、まあ、勝率については、実際のチャートを見ながらエントリーポイントを探していくというところが多分苦手だったと思うんですね、皆さんね。なので、あまり資金が増えていってなかったということで、まあ実際にね、長野研究会の人に実績を聞いてみたら芳しくないということだったので、じゃあ一緒にやりましょうってことにしたんだよね、8月からね。今年のね、今年の2020年8月からね、8月からですね。だから8、9、10、11、12、5ヶ月間ですね。こっから12月まで5ヶ月間で、利益が8400万ですね。8400万で、まあ、実際にはですね、昨日利確したんですよね、1ヶ月と1週間の分をね。で、まあどうなるか分かんなかったし、まあちょっとも疲れちゃってね、年始が怖いんですよね。1月4日月曜日が、まあピューンって上上がっちゃう時があるんで、窓開けてね、100ピップスぐらい上げる時もあるんでね、年始は。そうすると目も当てられないから、それでですね、昨日、ちょっと待ってくださいね、ペン出しますからね。昨日はですね、1900万ですね、1986万8390円儲かりましたね。で、今週、まあ、今月1回しか利確してないので全部一緒ですね。まあ、1900万、約2000万儲けましたね。そして、口座残高が8890万、約8900万ですね。8900万ですね、約ね。で、最初の資金500万ありますから、500万引くんですね。最初500万から始めましたからね。そうすると8400万ですね、これ、プラスでね。はい、8100万のプラス、これは8月頭から始めたんで、
8、9、10、11、12なんで、5ヶ月間で8400万円のプラスと。まあだから、あと1ヶ月あれば、まあ1億いったかなと。利益でね、あと1ヶ月あれば。まあ、まあ最初ね、1月1日から1年間ずっとやってれば1億円は、優に超えてたかなと思うんですけども、まあいいかなと。まあいいかなと。8400万あればね。まあいろいろ遊んだり、まあ寄付もできますしね。まあ税金も払えるしね。いろいろできますから、そこそこかなと思ってます。で、来年はですね、中野研究会の来年はですね、まあ、中野研究会誰でも今入れますからね。まあ、1月1万1000円ってむちゃくちゃ安いなと思ってるんですけど、はい。毎月何十万とか何百万稼いでる人いますからね。それに比べ1万1000円は安いなと思ってますね。だから辞めたくてしょうがないんだけどね。なかなか辞めさせてくれないんですけど、来年はまあ1月4日からですね。4日月曜日からなんですが、まあちょっと様子見なくちゃいけないんで、エントリーポイントはね。次のエントリーポイントが来るのが多分 1月末ぐらいだと思いますよね。だからここまでは、まあ、スクエアですね。ノーポジションですね。ノーポジションです。そして、まあ大体、ワンクールですね。ワンクールとかワンターンというかね。1回のポジションで 1ヶ月半を見込んでますから、だから2月から始めて、2から始めて12ですよね。11ヶ月間ですよね。11ヶ月間で11割る、1.5 だから、ね。ワンクール1.5ヶ月だから、はい。11割る1.5 ですよね。7.3。まあ大体7回ですね。はい。7回。ポジション取得は7回ですね。S とか L とかね、7回取得します。で、1回の、獲得ピップ数はだいたい平均150ピップスですね。150ピップスですね。で、あとはロット数どのくらいかけていくかが問題なんですが、まあ、最初は少ない金額、まあ、1万円とか2万円から始めればいいかなと思ってますが、まあ、僕なんかもね、いまだに1万円チャレンジっていうのも今もやってますからね。で、今回はスマホの方も決済したんですけども、スマホの方の今回の1万円チャレンジは22万5千円でしたね。はい。ちょっと前は64万取りましたね。で、その次が12万だったか。その次が4万、10万とか。で、今回22万5千です。ずっとプラスですね。ずっとプラスです。もうマイナスになることないですね。で、FX でね、マイナスってどうやって なったかなって忘れるぐらいね、今年はものすごい利益出ましたね。半端ないですね、本当にね。まあ、というか、あんまやる気ないんですけどね、お金いっぱいあるからね、もう何十億ってね。だから、やる気ないんだけど、まあ、やらないと教えてくださいっていう人がたくさんいるからね。だから、まあ、しょうがなくやってます。で、1回の平均ピップス数、取得ピップスは150ピップス。で、7回ですね。ショート、ロング、まあ、合わせて7回。だから850ピップスですね。850ピップス。で、まあ、100万通貨でやれば、850万円ですね。しかも、100万通貨で、複利じゃなくて単利計算で850万円。ですね。ただまあ、複利で必ずできますから、最初はまあ、10万通貨とかね、2万通貨とかから始めて、まあ、最後は500万通貨とかね、1000万通貨まで。やっていけば
そうですね、だいたい5000万から1億はいくかなと思ってますので、来年は長野研究会のね、希望者がいれば希望者と一緒に、だいたい2月頭から始まると思うんですけど、1億円は狙っていきます。利益だけでね最初1枚か2枚あれば十分ですね。福利で増やすんでね、はい、で12月末に1億円になるかなっていう計算でやってますので、まあお金がね必要だっていう人は、どしどし長野研究会までね入ってくれいただければいいと思います。毎月月末までね1万1000円払ってくれればいいですけどね。 YouTube のこの動画解説欄に入り方書いてあります。はい、でまあ分かんない場合はですね、説明に僕が伺ったり、松戸のガストまで来てくれたら一緒にパソコン設定してあげたりやり方を教えたり しますんでね。まあ皆さんもね、欲望を捨ててですね、FX に取り組んでいただいて、来年はね1億円を目指していきたいと思います。まあ少なくても100万円はいくよね、絶対ね。1年間でね、100万円はどんなバカでも1年で利益100万円はいきますね。1年もあるんだから。でまあ普通の人は、初心者でもまあ300万円は目指しましょうねとね、300万円いくよね、1年間あるんだからね。はい、こんな感じで、いいと思いますね、目標を持たないとね。うん、まあ3000万でもいいかなと思ってますけど、まあ300万はいくよね、絶対ね。1万2万あればね、最初ね。はい、ということで、今年はね、コロナで非常にですね、苦しめられて、辛い思いをした人、辛い思いしてる人、いっぱいいますよね。まあぜひね、FX を、身につけていただいてですね、お金に困らない生活を実現していただければと思います。それではまたね、新年、2021年も、変わらぬお付き合いをいただければと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。